今回は Uber Eats を副業にする問題点、まず Uber Eats 副業が注目されている理由なんですが、ただ残念ながらですね、これ誰にでもできる副業なんで、ただですね、副業をですね、中長期を考えるんであればですね。こんにちは、藤田です。今回は Uber Eats を副業にする問題点というお話をしていきたいと思います。最初に、私についてご存じない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきます。ウェブ集客コンサルタントをしております。大学卒業後、15年ほどサラリーマンをシステムエンジニアとしてやっておりました。脱サラをして、その後はフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しております。はい、この動画でお伝えする内容です。まず、Uber Eats 副業は注目されている理由、そして Uber Eats 型副業の問題点、そして副業するならストック型、最後に副業で始める教育ビジネスとはという順番でお伝えしていきたいと思います。この動画で使っているスライドのテキスト情報は動画の説明欄の方に貼り付けてありますので、そちらもご利用いただければと思います。まず Uber Eats 副業が注目されている理由なんですが、まず、好きな時間に働けるってことですね。これは結構本当に好きな時間に働けるますよね。スマホさえあれば、好きな時間に仕事を取って、レストランに食べ物を取りに行くと、そして運ぶってことですね。そして人間関係のストレスが少ない。これも非常に大きいですよね。本業でもすでに人間関係のストレスで疲れているのに、副業で人間関係はごめんだっていう人も多いと思いますので、これも大きいと思います。そして給料は週払いってことですよね。短期的に収入が得られると。それと、稼ぎですね。地域時間帯によって結構変わりますね。東京の都心とかだと結構稼げる。あと時間帯ですね。ランチタイムとかですね。あと気候ですね。雨だとか寒い日とかですね。で、慣れですよね。こう、うまく立ち回れるようになると、効率よく運べるとか、そういうのがあって、まあ、大体相場としてはですね、どれぐらいって言われてるんですかね。まあ、1000円以上は行くって言われてるんですけど、これがもっと良くなる可能性があるというところですね。はい、Uber Eats 型副業の問題点ということなんですけど、まあ、ただ残念ながらですね、これ誰にでもできる副業なんで、ほぼスキルが必要ないっていうことですね。で、経験を積んでもですね、あまり価値がないっていう感じはありますよね。まあ、学生のアルバイト、学生ができるバイトと同じレベルっていうことですね。そして、やっぱりですね、これは副業、多くの副業に共通しているんですけど、自分の時間の切り売りになると。本業をやっている上での副業のですね、時間っていうのはですね、非常に貴重なんですが、それを切り売りするっていうことになりますね。こういうですね、切り売りっていうとあれですけど、働き方をワーク型副業と呼んでいます。副業するならストック型ということで、ワーク型はですね、もちろんですね、活用範囲というか、やるべき時期っていうのはあるんですけど、短期的にお金が必要な場合はですね、ワーク型でいいと思います、副業として。ただですね、副業をですね、中長期を考えるんであればですね、もうこれからずっとやっていくんだっていうふうに考えるんだったら、やっぱりですね、時間もかかり難易度も高いんですが、ストック型にチャレンジすべきだと思います。で、おすすめはですね、私のおすすめは、あなたの持つノウハウを使った教育ビジネスをやるのがいいと思います。副業で始める教育ビジネスとはっていうことで、何をやるかというとですね、オンラインスクール、オンライン講座をですね、あなたのオンラインスクールを立ち上げる。それを売るっていうことですね。で、これは起業をする際にですね、昔から言われていることなんですけど、本業、副業関係なくてですね、起業する際に、教育ビジネスっていうのはですね、ローリスクで始められるんですね、いろんな意味で。ですので、起業には最適って言われてます。オンラインスクールのですね、立ち上げ方についてはですね、別の動画で詳しく説明していますので、動画の説明欄の方にリンクを貼り付けておきましたので、そちらからご覧いただければと思います。はい、今日の動画のまとめです。Uber Eats は副業としてメリットが多いですが、あくまでもですね、ワーク型副業だということですね。
で、Uber Eats を続けても経験値として蓄積される要素がですね、あまりないっていうことですね。中長期をですね、見据えて副業するなら、時間もですね、労力もかかりますけど、ストック型がいいと思います。そして、教育ビジネスとしてオンラインスクールの構築がおすすめです。というお話をさせていただきました。このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめは今回ご紹介したような、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報は動画の説明欄の方に貼り付けてありますので、そちらからぜひご覧ください。今回もありがとうございました。